はりがういこちらいずこです。それでは今回なんですけども、SBI 証券、楽天証券、au、カブコム証券、マネックス証券が、クレカ積み立て10万円確定へということで、今回はクレカ積み立てですね。この動画では4社の証券会社のクレカ積み立てが5万円から10万円にルールが変更されるということについてお伝えします。それでは、行ってみましょう。昨日アップした動画では、SBI 証券と三井住友カード、まあ、これのクレジットカード積み立てが5万円から10万円にアップしますということをお伝えしたんですが、他にも、楽天証券と楽天カード、マネックス証券とマネックス カード、あとは au 株コム証券と au ペイカードこれらの証券会社そしてクレジットカードこのクレジットカード積み立てのルールも変更されるということが発表されました念のためまずおさらいから SBI 証券と三井住友カードなどということなんですがそれがこちらでございますクレカ積み立て上限10万円へ引き上げのお知らせということで昨日 SBI 証券からこういったプレスリリースが発表されました株式会社 SBI 証券はクレジットカード決済による投資積み立てサービスの上限額を月5万円から10万円に引き上げしますのでお知らせします ということですね。 で、これについてはですね、細かい情報は特に発表されておらず、当社でクレカ積み立てに利用できるクレジットカードは全て10万円への上限額引上げの対象です。なお、積み立て設定可能額引上げの実施時期や、引上げ実施後のポイント付与率などの各種条件については決定次第速やかにご案内しますということなんですよね。まあ、例えば、三井住友カードの通常のナンバーレスであれば0.5%還元、ゴールドナンバーレスでの場合は1%還元、プラチナプリファードは5%還元、 ということではあるんですが、昨日のね、皆様のコメントを見る限りもそうなんですけども、おそらく、まあその部分のルールが、これを見る限りは、まだここで発表してないということは、何かしらのメスが入ってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、三井住友カード側のプレスリリースを見ても、こんなふうに出ておりました。10枚に引き上げられるということと、なお、積立設定可能額引き上げの実施時期や引き上げ実施後のポイント付与率などの各種条件については、現在検討中でございますので、決定次第速やかにご案内いたしますと。もうこんなふうに各種条件って でちゃってるんですよね。何かもう条件ついてくる前提の書き方かなと思うので、まあ、やっぱりね、あの、プラチナプリワードの5%還元がめちゃくちゃお得すぎるので、その部分がちょっと変わる可能性は大なのかなと思うんですけども、変わったといえど、おそらくまあ、お得なことには変わりはないかなと思いたいとこではありますので、まあ、これについてはですね、前回の動画でもお伝えしたように、情報が発表され次第このチャンネルにてお伝えしますので、チャンネル登録をして待っていただければと思います。次に楽天証券と楽天カードなんですけども、楽 楽天証券もですね、その1時間後にプレスリリースが出ておりまして、楽天証券、投資に積み立て、楽天カードクレジット決済、月額の上限を10万円に引き上げということで発表されました。楽天証券株式会社と楽天カード株式会社は、2024年3月8日に改正された内閣府令金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正を受け、同年3月10日以降の積み立て分、同年4月積み立て購入分より、楽天証券の投資に積み立て 積立楽天カードクリスト決済において、上限額を月5万円から月10万円に引き上げることをお知らせします。ということなんですよね？まあ、というような発表がありまして、ここに出てるように、楽天証券と楽天カードは2018年10月より楽天カードのクレジット決済で投資信託の積立ができるサービスを業界で先駆けて開始しましたと。とまあ、僕も正直、ここからもうクレカ積立を始めたと言っても過言ではないぐらいですね。2019年ぐらいから、おそらく僕の場合は始めた気がするんですけども。もう自信を持って。先駆 って書いてますもんね。で楽天証券のクレジットカード積み立てをすることによってのポイントの還元率なんですがカードによって還元率が変わってきます。通常の楽天カードであれば0.5%還元。まあ一応ですねこんな風に小さく代行手数料年率0.4%以上の銘柄が1%と出てるんですがよくね聞くようなファンドの e マックスリミの S&P500 であったりとかオールカントリーそれについてはだいたいここに該当してきます。この1%には該当しないのでまあたいの方がこの還元率になってくるのかなと思うんですけども楽天ゴールド ーカードの場合は0.75%そして楽天プレミアムカードであれば1%のポイントが還元されますなのでまあ単純計算で10万円積み立てをしたとして通常の楽天カードであれば0.5%還元なんでかけることの0.005であれば毎月500楽天ポイントが貯まると楽天ゴールドカードであれば月10万円をかけるとして0.0075%であれば月に750ポイントが貯まるで、まあ、楽天プレミアムカードに関しては月に1000ポイント貯まるということです ご、まあ、ご自身がが、ね、持っっっててていいるるカードによって還元率が変わってくるととうことでございますで楽天証券と楽天カードのクレカ積み立てに関しましては、キャンペーンが発表されておりまして、NISA 講座で楽天ゴールドカードか楽天プレミアムカードで投資積み立て、NISA 全力応援クリストカード積み立て、10万円引き上げ記念キャンペーンっていうのが発表されております。こちらのキャンペーン参加するためにはエントリーをしてもらって、そこから次に楽天カードを作成します。なので、これ新規作成の方向けのキャンペーンですね。そして ニーサ口座での楽天カードクレジット決済による合計5000以上の投資に積立約定ということですのでなので既存の方というよりかは新規の方に向けてのキャンペーンですねなので新規の方はキャンペーンがありましてまあこれまでの方はこういった還元率で月10万円までね積立をすることができますこのプレスリリースを見る限りはこんな風に出ておりまして現在楽天証券では楽天グループのオンライン電子マネー楽天キャッシュ決済での投資に積立も提供しています今回の楽天カードクレジット決済の上限額を引き上げ 要決済手段合わせて毎月15万円まででねキャッシュレスでの投資積み立てるってなかなかの額ですので、できる方はかなり限られてくるかとは思うんですけども、もうすべてを楽天経済圏で賄ってる方とか、まあ楽天キャッシュでね、投資に積み立てといえば楽天ギフトカードをお得に購入して積み立てるというそういった方法もあるので、なかなかこのやり方はインパクトが強いのかなと思います。なのでちょっとね、資金に余裕がある方はですね、まあ楽天キャッシュと楽天カードのクレジットカード積立併用してね、やるっていうのも 結構面白いかなと思いますまあ、個人的にちょっとこの部分の楽天キャッシュのね積み立てがなくならないで良かったなとちょっと安心してるところではあります共感いただける方グッドボタンお願いします続きましてマネックス証券とマネックスカードということなんですけどもマネックス証券もこういったお知らせが発表されましたマネックスカードクレカ積み立て積み立て上限額拡大のお知らせということで5万円から10万円になりましたよということなんですが詳しい日程についてなんですけどもそのためマネックスカードのクレカ積み立てサービスにおいて2024年の4月買い付け分より積立上限 額を月10万円に拡大いたします2024年3月25日予定から10万円上限での2024年買い付け分の申し込みを受け付けますということですねではここら辺はちょっとね飛ばすんですけども見てほしいのがここなんですが積立上限額の変更後のポイント付与率についてということなんですがマネックスカードといえば5万円まで積み立てることで1.1%還元だったんですけども積立額が増えるごとに還元率が下がっちゃうんですよね5万以下であれば1.1%還元なんですが5万 を超えてからの7万円以下であれば0.6% 7万円を超えて10万円以下であれば0.2%という還元率になりますなので分かりやすく、ね、例も出ております例えば毎月10万円をマネックス証券にマネックスカードを使って積み立てした場合については5万円分までは550ポイントそこからは5万円から7万円は120ポイント7万円から10万円は60ポイントの合計730ポイントが毎月マネックスポイントとして付与がされます、まあ、なので、ね、月で730ポイント ポイント獲得できたとして、かけることの、まあ1年間ですると、まあ年間で10万円分積み立てとして、8760ポイントが貯まるということでございます。まあ、なので、トータルの還元率で言うと、そんなに、まあ高くないのかなと思います。まあですけどね、マネックスカードは実質年会費無料みたいなものになるので、まあ、それを考えて、まあ、トータルで1%還元にはならないんですけども、この貯まるマネックスポイントについては、例えば d ポイントに交換できたりとか、t ポイントに交換できたりと、まあ、貯まっても困らないポイントの一つになる。 ので、資金に余裕がある方は積み立ての金額を増やしてもいいと思うんですけどもまあ、これまで通りの1.1%還元を狙いたいということであれば、まあ、そのまま5万円のまま積み立てをするということでも問題ないかなと思います。一応、マネックス証券についてはキャンペーンも発表されておりまして、クレカ積み立ての上限額拡大を記念して x でのキャンペーンを実施します。と、アンケートに開始してエントリーの上、ハッシュタグをつけて、マネックスカードに関するポストをした方の中から抽選で11名にリンベル社の豪華カタログギフトをプレゼントします。これが。 3月30日まで開催されてるということですのでいや正直個人的にマネックスカードどんな感じになるのかなと思っていたんですけども まさかのポイント還元率が下がっちゃうということであったので、まあ、これはね、ご自身のちょっとお財布とね、ポイントの集め方を改めて見直してどうするか考えていただければと思います。次に AU 株コム証券と AU ペイカードということなんですけども、これ結構いいんですよ。こちらが AU 株コム証券で発表された公式ページなんですけども、AU ペイカード決済による投資信託の積み立ての月額上限を10枚に拡大ということがちゃんとね、昨日発表されまして、まず日程なんですけども、3月の15日より AU ペイカード決済による投資 自の積み立ての月額設定上限を10万円に拡大される。そして、4月5日までに設定、または変更いただくと、5月1日以降の指定日分から月額最大10万円まで積み立てが可能となりますと。となので、日程はこんな感じになってます。で、もちろん新任さんも対応しておりますね。で、今回いいなと思ったのがこれなんですけども、また。 ポンタポイントの還元率もこれまで通り1%で毎月10万円を積み立てると月々1000ポイント、1年間で12000ポイントを貯めることができます。これめちゃくちゃわかりやすくていいですよね。10万円積み立てても1%。先ほどのマネックス証券であれば、ちょっと比べるのはあまり良くないと思うんですけども、1年間積み立ててしても、貯まるポイントは8760マネックスポイントなんですけども、aupay カードを使って au 株価の証券にクレジットカード積み立てをした場合、最大で12000ポイントが貯まるので、これは結構 ありがたいのかなと思うんですよ貯めるポイントの好みはよると思うんですけども個人的に実質年会費無料の A e p ペカードそして A ユカ株コム証券で他の三井住友カードと SBI 証券とか楽天カードを使っての楽天証券とかマネックスカードを使ってマネックス証券に積み立てるという感じでポイント還元率とか含めるとおそらくなんですがこれが一番シンプルで分かりやすいんじゃないかなと思っちゃいますまあ1%って普通に考えても還元率は高い方なんですけどもそれでルールこのままでね積み立ての上限を5万円から10万円 前にアップしてきたっていうのは結構強いんじゃないかなと思います。で、細かい部分につきましては、利用可能なクレジットカードは通常の au Pay カードはもちろんですし、au Pay ゴールドカード、こちらも対象となります。特定口座、一般口座はもちろん、ニーサ口座も対応しておりまして、設定可能額は毎月100円以上10万円以下と。で、もう少し画面を下がると、以前ですね、僕も動画で紹介したことがあるこちら、au マネカツプラン。こちらに加入した場合、積み立て5万円までのポイント還元率が合計最大で3倍になるというサービスもありますので、でマネカツプランを使っている方もですね。 ね、ちょっぴりお得になるということですね。まあ、そう考えると結構面白いですよね。こうなるのはねまあ、というような感じで各4社ですね。こういった感じにルールが変わりますよ。ということでございました。まあ、ちょっとお伝えしたことをまとめると、sbi 証券と三井住友カードなどということなんですが、sbi 証券で三井住友カード以外にクレジットカード積み立てできるカードいろいろあるんですが、とりあえず三井住友カードなどって書いてます。クレジットカード積み立てを5万円から10万円に引き上げがされるとで、sbi 証券でクレジットカード積み立てできる。全てのカードが対象となります。積立可能額の引き上げの。 時期ででですすとか引き上げ実施後ののポイント付与率については現在検討中ですのでまおそらくね、僕の予想今月中ぐらいに発表されるのかなと思うんですが、発表され次第ですね、こちらのチャンネルでお伝えしたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録をしてお待ちください。で、次に、楽天証券と楽天カードにつきましては、クレジットカード積み立てを5万円から10万円に引き上げがされるということ。こちらについては、日程は2020年の3月10日以降の積み立て設定分、同じ年の4月購入分より設定ができます。10万円分の楽天カードで積み立てした場合のポイント付与数なんですけど、 も通常の楽天カードであれば0.5%還元なんで月に500ポイントが貯まって年間であれば10万円積み立てしたら6000ポイント貯まります次にゴールドカードであれば0.75%還元なんで月に750ポイント貯まって年間であれば9000ポイント貯まりますそして楽天のプレミアムカードであれば1%還元になるんで最大で毎月1000ポイント貯まりまして年間であれば12000万ポイント貯まりますあちなみにですね楽天ゴールドカードに関しましては年会費が2200円かかりまして楽天のプレミアム ゲームカードに関しては年会費が1万1000円かかるので、そこはねちょっと気をつけていただければと思います。で、楽天証券との楽天カードの積立に関しましては、3月の8日から6月30日まで最大10万ポイントが当たるキャンペーンというのが開催されているので、まあ主に新規の方向けのキャンペーンになりますので、気になる方はチェックしてください。で、現状、楽天キャッシュについては毎月5万円で積立が可能ですので、楽天カードで最大で10万円、楽天キャッシュで5万円合計楽天経済券だけでも毎月15万円分ですね。お得に積立を行うことができます。次に マネックス証券とマネックスカードなんですけども、クレジットカード積み立てを5万円から10万円に引き上げがされるということ。2024年の3月25日予定の積み立て設定分からということですね。で、10万円分のマネックスカードで積み立てした場合のポイント付与数なんですけども、5万円積み立てした場合は1.1%還元で550ポイント。 5万円から7万円分積み立てした場合120ポイントもらえて、7万円から10万円分積み立てした場合は60ポイント。まあ、合計で月に最大で730ポイント獲得することができます。なので、年間で換算すると8760マネックスポイントがもらえるんで、まあ、トータルで考えるとそんなに還元率は高くないんですけども、まあ、5万円分だけで、高還元で狙いたい方は5万円分のままでもいいかなと思います。で、マネックス証券とマネックスカードのこちらのキャンペーンについては、X でキャンペーン実施中ということですので、参加される方はチェックしてください。次に、AU 株コム 条件と au ペイカードなんで、すけどもクレジットカード積み立てを5万万円から10万円に引き上げされるとということで日程については2024年の3月15日から積み立て設定分よりということですね。10万円分 aupay カードゴールド含むで積み立てした場合のポイント付与数なんですが、1%還元なんで、月に最大で1000ポイント獲得できまして、年間で1万2000ポイント獲得することができます。そして au マネカツプランに加入することで、積み立て5万円分までですね、還元率合計最大3倍ということですね。なのでまあ、これを見る限りは、まあ現時点 でどれがお得かっていうとシンプルで本当分かりやすいなと思ったのがエー株コム証券でしたね。でマネックス証券については無理に十万円分積み立てしなくてもいいのかなと。で楽天証券と楽天カードに関しましてはまさかのちょっと楽天ゴールドカードがですね0.75%という感じだったんで、まあそこもちょっと面白いなと。で SBI 証券と三井住友カードに関しましてはここは正直どんな風に発表されるかによってこの残り三つがですね使うかどうかもですね変わってくるかと思いますんでここの発表が一番待ち遠しいなと思うところではあります。でここまでお伝えし そして、もしこれからですね、クレジットカード積み立てとか始めたいなという方がいらっしゃれば、クレジットカードの作成とか、証券口座を開設するなら、もう絶対ですね、ポイントサイトを経由して口座開設をしたりとか、クレジットカードを作成するのがもう一番お得でございます。もうこれ断言しちゃいます、毎回。僕が一番使っているポイントサイトのハピタスっていうところがあるんですけども、例えばこういったハピタスを使って、今出てるようなこういった SBI 証券であったりとか、三井住友カードを作成したりとか、ゴールドナンバレスとかプラチナプリファードっていうのがあるんですけども、このハピタスを経由して作成すると、 この6000ポイントというハピタスポイントを獲得することができます。例えば SBI 証券で6000ポイント獲得したい場合については、ポイント獲得条件というのは画面下に出てるんですけども、新規講座解説プラス5万円以上の入金ということで、今出てるようなこういった細かい条件をちゃんとクリアしないといけないんですよ。なので簡単にもらえるものもありますし、なかなかね、条件をクリアしないともらえないというものもあるので、ここら辺をクリアできそうだなっていう方がいらっしゃれば、実施してみてはいいんじゃないかなと思います。で、実施する場合については、これパソコンからの画面なんですけども、ポイント貯めるっていうのをクリックもしくはタップする。 とこんな風に移動してそこから作成専用画面に移るのであとはここから口座開設をすれば ok です他にもですね色々検索してみると結構面白いんですけども楽天カードで検索すると楽天カードの案件がこんな風に出てたりとか楽天ゴールドカードもありましてこのようにマネックス証券もありますマネックスカードについてはポイントサイトにはないのでマネックス証券の口座開設した後にこのマネックス証券内でマネックスカードの発行をする必要がありますちなみにマネックス証券もねちゃんと条件がありましてそれがクリオすると5000ポイントがもらえますちなみ ちなみに今お伝えしているのはこういったハピタスのポイントについては現金にも交換できます。1ポイント1円相当なんで5000円にもできますし、他にも PayPay ペペポイントとか T ポイントとかポンタポイント、そういったものには10交換することができます。あとは AU 株コム証券。これ結構ね、高いんですよ今。1万と500円相当という案件があったりとか、AU ペイカードも案件が出たりします。ちなみにですね、こういったポイントとか案件については、日によってポイントが変動することもありますし、案件がなくなってるっていう場合もありますので、まあ、参加する際はですね、そういったところも気をつけてください。なので、公式ページから 直接アクセスすればこういった今出てるような初回入会特典はあるんですけども、こういったプラスアルファの特典っていうのはないので、もう本当にこれ毎回口酸っぱくお伝えしてるんですけども、ま見ていただいてる方がですねお得になってほしいというのがこのチャンネルの目的ではあるので、もうぜひポイントサイトまあいろいろあるんですけども個人的なこのハピタスをご利用してるので、この動画初めて見られた方はですねハピタスを経由してみましょう。ちなみにですね僕ポイントサイトハピタスの認定ユーザーという風になっておりまして、僕の専用リンクから登録していただくと最大で800ポイントっていうのをもらうこと できますこのポイントをもらうための条件というのは、その登録リンクの一番下のところにですね、ポイントの獲得条件というのが細かく出ております。これもですね、毎月キャンペーンが変わってるので、この動画を見るのがもしかすると来月とかだったりすると、キャンペーンが変わっているかもしれないんですけども、基本的に登録する際は、僕の登録リンクからであればちょっぴりお得になるので、まあ今月登録するのもいいですし、来月登録してね、サクッとやってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあそんなこんなで今回はクレジットカード積み立て4社が5万円から10万円になりましたよということについて簡単ではありましたけども、お伝えさせて いただきま、した、まあ、先ほどお伝えしたようにね、僕が一番気になるのは SBI 証券の三井住友カードのクレジットカード積み立てなんで、本当にね、昨日の動画で皆様からね、たくさんのコメントいただいてるので、もう3%でお願いしますとかね。ほんと、結構僕もその気持ちめちゃくちゃわかるなと思うので、プラチナプリファードだったら今5%なんで、それが3%でも、とか思ったりとか、いつもキャンペーンとか何かしらの形でワクワクさせてくれるのが三井住友カードなんで、まあ、そこら辺はね、少しね、やっぱり期待したいとこではありますよね。ま、ぜひですね、今回の動画の感想とかあればコメント欄にバーバー 書いいてください正直マネックス証券使ってたけど、還元率下がるなら、積み立てどうかなとか、au 株コム証券やっぱいいなみたいな。まあそういったコメントでも構いませんので、僕も気になるので、バンバン書いていただければと思います。で、ハビタスの登録リンクについては概要欄に貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。